0歳から12ヶ月ってすごい大事な黄金期で、ずっと子供を見るってことだけはとことんやったよ。スタンフォードの場合は成績いいのは当たり前っていうことで、いい学びをしてる子らは自分に引き寄せた学びをしてる子たちなんですね。でそうすると後のは楽なんですよ。こんにちは。子ども本来の力を見つけ出す見守る子育ての小川大輔です。本日はですね、特別企画としてスペシャルっていうかスーパースペシャルゲストに来ていただきました。なんとですね、アグネスチャンさんが僕の動画のゲストに出てくださるというか、僕がアグネスチャンさんのお家に来ちゃいましたということで、本日アグネスさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして本日アグネスさんと僕とを引き合わせてくださった、本当にありがたく、いつもお世話になっている、元アイラウィズキッズの編集長もね、されていた江口さんにも来ていただいています。こんにちは、今日は0歳教育の編集者として参りました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。江口さんお願いしますということでね、今江口さんからもご紹介ありましたけども、アグネスさん今度0歳教育ね、こちらの本、スタンフォード大学に3人の息子を入れた0歳教育ということで、賢い頭としなやかな心が育つって本を、さらに江口さんがプロデュースされて、で、アグネスさんの思いを今回出されたというところで、で、その本を作られている中で、小川先生の日頃おっしゃっている見守る子育てともすごく考えも重なるから、一度アグネスさんとお話しされたらって勧めてくださって、僕でいいんですかって話をね。一度結構引き合わせしたいなと思っていたので、今日は。嬉しい。どんな話になるのか、はい、そうです。ということで今回ね、アグネスさんね、僕この0歳教育も読ませていただいたんですけど、僕自身が見守る子育てっていうことで、その子どもの本来の力を見つけて、それを適度な距離感を選びながら育んでいくとか手伝っていこうという考え方をお伝えしていて、でもちろんお母さんたちのお悩みやご相談が多いんですけど、手段としてはパパたちの子育て参加の世界を変えたいっていうところがちょっとあってですね、はい、で僕この本を読んで最初の思ったのが、これパパ読んだらいいんじゃないかと思ったんですよね、はい、っていうのはこれ皆さんもまたぜひ読まれたらいいと思うんですけど、大章で赤ちゃんとはどのように私たち親のところに来てくれるのかがすごく丁寧なんですよ。で僕も見ながら、あ、そうそうそう、沐浴の時そうやったとかで、僕自分の子供は6ヶ月まで沐浴するの僕担当だったんで、ただまあおしめとかも僕も結構やった方なんで、その子供のぼーっとなんか眺めてるとか、なんかそれこそ泣くにもいろいろあるっていう、あ、そうそうそう、おならの時にも泣くよなとかね一個一個が懐かしくも思い出しつつも、あれが多分男性たちが子育てにちょっとこの難しさを感じる入り口だろうなっていう気が結構するんです。分からなさすぎる、でママにお願いするみたいなところでママは一生懸命されて、父親たちはどっちかというとちょっと手をつけたら壊れそうな気がするから、だんだん遠ざかっていくみたいなあるじゃないですか、はい、でそれがこの本を読むとなんか分かるというか、なるほどっていうのを読み解ける気がしたんですけど、こちらの本その書かれるにあたってね、どんなことを意識されながら小川さんお話内容を進めていかれたんですか。私はずっと0歳教育の本を書きたかったんですね。っていうのは、普通はみんなまだ寝てばっかりだから、もうなんかまあよくわかるようにから私たちが教育すればいいとか関わればいいとかそう思う方も多い、特にお父さんはそうですよね、うん、だけど本当は0歳から12ヶ月ってすごい大事な黄金期で、そこで脳の成長とか心の成長とか、この世の中をどうやって見るのかっていうのは本当に子供は無意識に覚えていくんですよね、はい、でその時期にしっかりとした土台を作ればあと子育てが楽なんですよ。でみんな例えばこう若い親が子育てするときに慌てるのが、それ以外のことが多いから、はい、なんか自分のコントロールできないと慌ててしまう、うん、女性はまだなんか人に聞いたりとか、自分ができないのは大丈夫けど学べばいいという気持ちが多いタイプも多いんですけど、
男性っていうのは想定外のことが起きてるとちょっと待ってっていうのを引いてしまうんですよね。解決できないことがこうたまらないところがありますよね。そうそうそう、なんかだったら逃げたくなるみたいな気持ちいい人が多いので、うん、だけど本当は赤ちゃんめちゃくちゃ面白い、うん、めちゃくちゃなんか楽しい、はい、あの存在なんですよね、知識があれば子育て安心してできるし、この0歳から12ヶ月の間親としても育つし、子供をしっかり面倒見ればその子がすっごく丈夫に育っていく、うん、すごく聡明に育っていくんだよっていうのを本を書きたかったの。で今回江口さんと組んでね、こうあの本当にこれ出版できてすごい嬉しいです。ぜひぜひ読んでもらいたい。そうですよね、中身が僕も通ってきた道だから、なんていうかね、その懐かしかったですね。なんかゼロ歳教育ってタイトルだけど、僕こうどっちかというと、まあ、まさにこれからの子育ての方はぜひ読んだ方がいいと思うんだけど、もう子供8歳10歳になったよっていうお母さんとかね、パパとかね、あ、むしろパパかなが今読むと、あの時そうだったんだとか、あの夫婦の会話のきっかけにもこれすごくなると思うんですね。わかります。そうママがそうそうっていう時にそんなんあったとか、お父さん言ってね、まあ、ちょっと喧嘩になるかもしれない、それはでも自分で書きながら、あ、もっと赤かったらもう一人欲しいなと思ってしまったりエビさんもそうですよね。いや、難しい、そう、赤ちゃんが恋しくなる、うん、そういう感じになったら成功かなと思うんですよ。いや、もうあのね、癒されました、読んでて僕、あの本当に我が子のことがものすごく思い出して、10年ぶりにふっと、あ、そういえばって思い出したシーンとかすごく出てきて楽しかったですね。ゲップ出る時とかね、あ、何回も何回もおっぱい欲しがるのは、うん、いいが、くるみくらいのしか大きさしかないんだからとか、そういうのを思い出してすごい私も懐かしかったし、世の中今少子化ですから、みんなやっぱり、あ、子供って大変だなとか、子供って負担なのかなとか思ったりしてしまうんだけど、うん、この本読んだらやってみようかななんて思ってくれたら最高ですよね。でさらにね、まあ、こういう話をすると、あ、大元のとこの子育ての話かなって、ここまでね動画見られて感じた方いるかもしれないけど、一方、まあ、アグネス・チャンさんはご自身もスタンフォード内で、ね、移動教育とかも本当に勉強されて、でお子さんたち3人ともがスタンフォードに進学と、まあ、多分日本のかなりの親御さんたちが憧れるキャリア、学歴を持たれてて、まあ、僕の方もあの自分の話も言うのはあれですけど、まあ、僕自身も一応うっかり京都大学は行けて、で息子も今中3ですけど、幸い灘中と開成と筑駒とは全部と、まあ、受けた学校は全部通って行きたかった中に行けて、今のところ一応本人はとりあえず東大に行くような感じの進学の流れは作れているっていう、そういう意味では世間では進学モデルとしての親子の扱いをされるわけですよ。で、例えば僕なんか中学受験のプロとしての仕事をしてきたからね、はい、もう半分笑い話なんですけど、小川先生の家ではどんな秘密の特訓をしたんですかということを散々聞かれて、ちっちゃい時から、あんまり聞かれるからもうめんどくさくなって、僕あの5歳から始める最高の中学受験って家で子供と予定の確認とかやりたいことを聞くとか、この会話どんなことをしてきたかなんかを説明した本も出して、何の特別なこともやってないよ、ただ一個だけ、僕どの本でも言ってるんですけど、一個だけずっと子供を見るってことだけはとことんやったよ、でやらせることはしてないよって話を頑張って伝えてるんですけど、なかなか伝わらないんですね。あとは言いながら本当は何かしたんでしょう、で一応どんな問題集使ったんですかまだ聞かれるんです、はい、で、まあ、そのあたりちょっとね、江口さんの声掛けもちょっと入れていきながら、子どもたち の, その学びの力というか、うん、進路というところと、今このゼロ歳教育の中でも表現された本当の意味の愛情であったり、その人を大事にするというか関係みたいなことをお話をできたらと思うんですけど、はい、ね、今のここまでの僕のね、その勉強系で言われがちなこと、はい、まあ、アグネスさんは言われてると思うんですけど、そうですね、うん、何をしたんですかってよく言われるんですけど、うんうん、
正直なところ私はもしかしていろいろやったかなでもそれは勉強しろ勉強しろっていうのことじゃなくて、うん、本当に0歳教育からでも中でも書いてあるんですけど、その脳の底力をどうやって毎日毎日違うことをさせて刺激してあげて、脳の成長を助けるようなシナプスをたくさんできるようにしようとか、あと一生懸命こう面倒見てあげて、そしていい思い出を作ってあげて、この12ヶ月の中にこう人を信頼すること、自分の価値ある人間、そして人を愛すること、愛されるそのなんていうの存在であること、これを無意識のうちにこう植え付けさせるんですね。無意識のうちに、はい、でそうすると後のは楽なんですよ。子供も自分を信じてる、私を信じてる、世の中は楽しいと思っている、そして脳の、しっかり人たちと脳ができると丈夫だから学ぶときは早い、そして学ぶそのなんていうの意欲を高められるから、あと勉強も楽なんですよね。今 その脳が強いってのはどういうことなんですか？人間の生まれながら実は脳細胞の数っていうのは大体一緒なんですね、はい、でその違いがどこなのかっていうと、脳細胞と脳細胞をつなぐシナプスというものですよね、でそれがつながって初めて脳がこう動くなんですけど、もちろんお腹の中でもそれは成長しているんですけど、一番早く成長する時期っていうのは0歳から12ヶ月、12ヶ月から3歳までなんですね。でずっと成長して 8歳くらいになるといらないシナプスというのは切られていく、だけどその、1歳から3歳の間できるだけ多くのシナプスを作っていけば、子どもの脳は早く感じるんですよね。例えば一つの問題をしました、答えまで道があるんですよね、はい、シナプスが多いだと高速道路があるみたいで、スッと行けちゃう、すぐ出てくるの、答えが、だけどシンナスないといろんな回り道をしなきゃいけないから、答え出てくるまで時間がかかるんですね。だからその一番具体的な能力というか脳の力をつけられるのはこの3歳の間、できたらこの12ヶ月、でそれはいつそのシンナスができるかっていうと、新しい体験をするとき、新しい花を見たときとか、はい、匂い嗅いだ時とか、新しい顔を見た時とか、エクボがあるだとかそういうのを見るとプチ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 ってシナプスができるわけですね、はい、だから毎日違う人だったり、物を見たり触ってあげたりとか、いろんな体験させると、子どもの脳が複雑になっていくんですね。でそれを狙って、だから寝かしっぱなしじゃなくて、いつも付き合っているんですよね。付き合ってたら脳は本当になんか赤ちゃんがすごい起きてる、はい、英語でアルーチって言いますよね。こうなんか意識している周りのことを、こう関心持ってるっていう、そういう赤ちゃんが成長してくるんですよ。でそれが楽しいですよね。だから本当に誰でもできることなので、そうなんですよね、はい、そこだと思うんですよ。僕もうちの奥さんと、お腹にね、こう授かってくれた時から、どんな風に親をやっていこうかって話は結構早くやってた夫婦だったんですけど、そこで絶対に大事にしようって言ってたのは、絶対的愛情を渡そうと、向こうの愛とかね、日本で言いますけど もう誰が何と言っても自分たちはこの子の常に味方で、で僕ら子供がね2歳ぐらいの時に、ファン1号2号って中学呼んでて、我が子のファン1号2号ってどっちが1号かとか言ってジャムケンファンで、奥さんが1号だったんですけど、そんなスタンスでずっとで語ってて、それが一番円満そうですねで奥さんが1号なんですけど、でそうやってこの絶対的愛情っていうのをまず大事にしようって言ったんと、一応僕も学習の方でそれなりに知識もあったんで、一つ彼女に言ったのが、その赤ちゃんとか例えばこう視神経とかで半年ぐらいになって焦点が合ってくるから、こうちゃんと見れたりとか観察でできるけど、それまでも像としては認識できてなくても流れ込んできてるものはあるから、見えてなくても見えてるんだよっていう話と、そうですね、あとその精神なんだけど、抱っこしてると超見えるんですよ、はい、超いいんですよ、そうですね、でしっかりとなんかこのぼやーんと彼らはちゃんと分かってくれるんですね。あと言葉も話しかけても分かってないと思っても
より大きな単位では分かってるからキャッチしてるから普通に大人の言葉で普通に喋って、はい、ただあの一個一個の一音一音は区切って聞き取れるようにだけ気をつけて喋ろうということは僕たちも意識して関わってきたんですけど、そうするとやっぱりあ分かってくれてるなとか、例えばもうね、うん、か3歳ぐらいの時とか全部バレてるとか思ってね、あもう3歳の子はもう何でも分かっているみたいな感じです、うん、もうね、衝撃の体験があって、はい、ちょっと奥さんと冷静になった時があるんですよ。冷静になったんだけど子供とは外に出てきて3歳ぐらいかなで歩いてて、で子供真ん中にいて僕がいて奥さんがいて、それぞれ子供をね手をつないでるんだけど、ここの空気は寒々としてるわけですよその時ね、はい、そしたら子供がね、奥さんもう一回でこうしたんです、はい、僕の手をつながせたんですね、はい、で、まあ、その時にあこの人には全部バレてると思って、あもう3歳の子はめちゃくちゃいろいろよくわかる、うんうん、こうもう2歳くらいから自我が出て、自我で出てくるから、その時からものすごく観察してるし、何が正しい何が正しい、うん、3歳になるともう本当によくわかるんですよ、ね、本当によくわかる。だけど1歳の時、まあ、0歳の時からでも、うん、例えば私たち言葉を覚えるというのは無意識で覚えるんですね。どうやって喋り出したのか覚えてない、あるいはどうやって歩き出したのか、右左一歩ずつっていうのは覚えてないんですね。だから例えば何か事故あった時はリハビリする時に大変なんですよね。無意識で覚えたことですから、うん、だからその無意識で覚えたのはつまり0歳からずっと学習してるんです。人間は生まれながら学習が命なんですね。みんな学習が大好き、はい、学習しないと死んでしまうからっていうことで、だから0歳からずっとスポンジのようにずっと学習しているんですね。で当然周り見ているし、顔色も見ているし、笑顔も見ているし、言葉も全部覚えていくし、みんなの動きも見ているし、よくあの親にすごく似てくる歩き方とか、はいはい、全部見てたから、これ遺伝子だけじゃないんですか、うん、そうですよね。で親が面倒見てなくて、うん、例えばおじいちゃんおばあちゃんの面倒見てたらおじいちゃんに似てくるんですよ。だから本当に遺伝子だけじゃない、うん、じゃあおじいちゃんおばあちゃんじゃなくて、あの例えば保育あるいは長い間ずっとそばにいないと保育してくれる人に似てくるんですね。喋り方とか表現とか、あと物事の見方も似てくるんですよ、うん、だから無意識でたくさん覚えているので、その無意識の時こそたくさんたくさんいいものを詰め込みたいの。無意識で覚えたことっていうのはなかなか変えられないの、うんうん、意識して覚えたこと、例えば字が下手だとか思えばなんか直せるんですけど、はい、うん、だけど無意識で覚えたことっていうのはなかなか直せない、うん、本当に心理学の先生使ったりとかいろんなリハビリしないと治れないんですよね。だから負のものはその時は与えない方がいい、うん、そうすると子供はずっといい思い出、いい習慣、そして世の中に対する前向きな見方が大人になるまで持っていけるわけ、はい、これ最大の財産ですよね。そのマイナス負になるものって、例えば分かりやすいものでどういうところを気をつけたらいいですかね。あんまり喧嘩しない、 あるいは周りに悪い口とか、うん、あるいは、例えば人をいじめたりとか、あるいは嘘ついたりとか、子供を見てますから、特に、まあ、1歳から2歳、2歳から3歳の間、それは彼らのモラルの基本となってしまうんですね、うん、あとすごいあのお母さんがストレスだったりお父さんがストレスだったりする、うん、子供が12ヶ月になるまで子供が映るんですよね、その感情を。そうですよね。でその世の中というのはすごいストレスなんだけど、うん、そしてその、まあ、ストレスのホルモンが出てくるのでこう血管が収縮するんですね、うん、こう守るために、うん、そうすると私と臓器は守られるんですけど、うん、脳も含めましていろんなところがこう栄養がちゃんと行き渡らない、うん、だから子供が、まあ、体的にもあの小さかったり病気しがちになったり、うん、あるいは脳の成長がダメになったり、うん、だから周りが本当に穏やかでハッピーな時期っていうのは絶対必要なんですよ、うん、そうですね、絶対必要です。さっきあのその脳を、ね、強くする話で皆さんがこうシナプスのことをお話しされてて、ね、谷さんそのシナプス の, この広がりとまた太くなっていくところも
笑顔に包まれるとか安心感とかものすごく大事なんですよね。そうです、そう、それで僕もね、うちの子もそうだし、周りも相談されていつも言うのが、子供と一緒に素直に喜ぼうね、驚こうね、うん、でとにかく何か伝えるときには笑顔プラス何か、笑顔プラス何かでやるかどうか全然変わるから、うん、それは、夫婦の協力っていうのも大事だけども、うん、せっかくならその安心した中で渡す、その繰り返し知識を詰め込む必要なく勝手に彼らは仕入れてくれるけど、ただ安心感とか安全であるとか、自分がここにいていいんだっていうような確信であるとか、そういうものがあるかないかでも吸収度が違うよってずっと言ってきたんですけど、そういったところですよね。その当たり、特別なことはしてないけど、当たり前の土台に何を置くか、その子供たちに学ぶ力を伸びてほしいと願うなら、僕はその問題集探すよりも笑う回数を増やすだけでいいんじゃないかと思ってて、私がいつも言うのは比べない、うん、もうもちろん0歳の時からもそうなんですけど、つい本を見て、あ、ここまでうちの子できてない大変とか思わなくていいし、まあ、周りの子どもたちと接する時、あるいは、まあ、世の中はどうしても子どもをこう点数だとか、うん、できてるできてないとかみんなと比べて、そうすると評価しやすいからっていうのが世の中はそうなっているんですけど、はい、親だけは比べない、もう丸ごとどういう子であろうと愛する、もちろん悪いことをやったらいただけないんで、それは直してもらえないとママも困る、ママも心痛いんだけど、だけどどういうことあっても愛する分量は変わらない。子供ってみんなすごく、私がこうやったら親は私のこと嫌いになるんじゃないか、あんまり愛してくれないんじゃないかと、こう恐怖の中にいるんですね。なぜかというと自分の自立まだ素敵にしてないから、赤ちゃんからそうなんですよね。こうやって泣かないとおっぱいが来ないかなとか、はい、こうやって泣いたらおっぱいが来ないかなとか、うん、いろいろ考えてるんですよ。赤ちゃんこそこの距離感選ぶ天才ですよね。そうなんです。だけど、うん、無力なんです、うん、だからその時無条件で本当に泣いたらすぐ面倒見てあげたり、本当にお前が好きなんだよ、本当に大事なんだと言葉出して、うん、本当にスキンシップで与えてあげるのすごい大切で、それを親として子供が答えてくれて親の気持ちになってれば続けてできると思うよ、うん、子供は泣いてやだなやだなっていうのを1年過ごして、そうそう2歳も大変3歳も大変ずっと大変、はい、そうじゃなくてこの1年間できるだけ、さっき言ったように笑顔で子供と本当にねいい関係作れば、実は親になれるんですよ。ハッピーママ、ね、ハッピーパパになれるから、親になれるって言葉がもうすごい重なって、そういつも共感して、産んだ親じゃないのよね、うん、こう面倒見て答えてもらって、なんかあちょっとプライド持てるってそこから親になるので、うん、ホルモンの分別も違うだろうし、自分の子育てが楽となれば2歳でも3歳でもずっと受験生になっても、うん、親子の関係がうまくいけるんですよ。その1年間すごい辛い、疲れたばっかり、やだ赤ちゃん大変と思うと、それは親の中にも残ってしまうので、うん、だからこの本書いてみんなに知識与えて、大丈夫だよ、あなたはできる、あなたはハッピーママになれると、うんうん、ハッピーパパになれると、それを励ましたいよ。そう、この本が僕はもう一つね、そのパパたちだと懐かしくほっこりできる、もう一つやっぱり医学的な監視をお姉さまはねされていて、きちんとした説明がなされているから、そう思い込まなきゃじゃなくて、なるほどなって素直に受け取れることと、必ず各項目の最後の時に、とはいえできないこともあるよねって、それはそれでそうだよねって現実的な選び方、0100じゃなくてできるとこからでいいよねって、お姉さんの等身大のなんかね寄り添いが入ってるから、とても安心できる子育て本だなと思って、子育てとか教育系ってそうしなきゃいけないっていうストレスになる本も多いじゃないですか、はい、で僕のフィールド の, やっぱその学習面の書籍なんか特にね、こうしなきゃ、はい、ああしなきゃが多いんですけど、はい、いやそれって全然本質的じゃなくて、先ほどおっしゃったの
無意識的に自己肯定の力が育んでまれてる子って自分で伸びますもんね。そうですね、うん、だから結局今子育て私終わっているので、今まで何やってきたのかなと思うと、やっぱり彼らがうちに生まれてきてくれたその喜びと、彼らの人生の応援だなと、うん、彼らのやりたい人生を私がどうやって助けて、こう彼らの目標達成できるのか、はい、もちろん東大行きたい人もいれば、そうじゃなくて、私は病師さんになりたい、私はコックさんになりたい、でそうなりたい子にどうやって応援するか、もう世間体のね、こうあの考えは捨てて、はい、本当にその子がなりたい人間にこう私がどうやって助けていけるのかっていう、それだけの役目だったなと思って、とことん信じること、うん、そうですね、とことん任せるものは任せて、うん、こう学ぶ意欲さえあれば君は大丈夫だっていつも私は言っているんですけど、うんうん、妥協しない、なかなかね、でもその僕のところに相談いらっしゃったりする皆さんの話聞いても、そうしたいと思いながらそういう親をやっていく自信がない、だからその子供に不満があるとか、子供が何か足りないと思ってどうこうというよりは、結局のところ自分がそこでドンと構え続けることに不安とか、何かやらなきゃいけないことがあるんじゃないかってことで、落ち着かないからこそ埋める、心の不安を埋めるかのように作業を探してしまうっていうようなところがどうしても強くあると思うんですけど、特に日本の場合はそうなりやすいのかなと、そのママたちに全部乗っかりすぎているので、子育ても特に都心部はね、なんかもう子育てしたらあかんかのような、あの街のこの冷たさというか、なんかしんどいじゃん、公園でキャッキャ言うたら怒られるとか、どんな国って話ですけど、アブネさんね、それでお子さんたちが3人スタンフォードっていう、なかなかそのいわゆる日本国内の受験の発想では、行きたくてもなかなかその行く届かない、なんかある意味得体の知れない受験世界なんですが、先ほど手伝えることを応援するしかないとおっしゃる、どういう応援があり、またお子さんたち自身のどういった本人たちのパーソナリティがあった結果としての3人が皆さんスタンフォードっていう流れだったんですか。うちはスタンフォードに入れたの一つ大きなことっていうのは、やっぱり英語教育があったからですね、うん、日本は英語教育がちょっと遅れて、はい、本当は英語は、もっと早く教えれば彼らは世界中の大学を目指せるので、ね、うん、そうするともう東大とか京大ってそこまで競争しなくても済んだんですよ、うん、いろんな大学選べるから。だけど今は、日本語が中心ということで、なかなか外国を目指すのは難しいんですけど、はい、でもかといって全部英語教育受けた子がみんなスタンフォードに入れるかとは違うんですよね、うん、違いますね、うん、で私は一番大切なのは子育ての中では、自学、自分で学べる子、自分で学ぶ、工学、学ぶのは好きな子、うん、そして生活の活学、うん、そういうふうに学んだものが生活の中に使える子、自学、工学、活学、はい、うん、この3つを目標として子育てしたんですよ、ね、はい、要するに例えばその、好奇心をこうたくさん高めて、うん、どんなことでも好奇心のこうものを見えても、知識がなければただの紙、はい、うん、だけど もし、ね、好奇心があれば、この紙はこう再生紙なのかな、それともこれは木を切って作るのとか、うんうん、なんでこれが下のコピー用紙よりは白くないよママとか、そういう細かいところを見て、うんうん、そこからたくさん知識が得るわけですね。じゃあ質問が出た、でもママもちょっと待ってくださいって言わないんですよ、うん、うちは絶対ちょっと待ってくださいっていうの言葉言わない、質問が来たら、たとえもう料理つけても火を消して、うん、よく聞いてくれたっていうのをことからスタートなんですけど、そしてママも分からなければ一緒に答えを探そうみたいな、そういうこと、好奇心が高める、うん、これそして自分でどうやって探すのか、で探すためには今でも人が聞きに行くのもできるんだけど、はい、今 Google とかもできるんですが、はい、でも基本としてはやっぱり文字読むのが嫌でない子、うん、文字に恐怖感持たない子、文字ととってもフレンドリーな子、読むのが好きっていうの子を
育てたんです。だから本読むのはものすごくちっちゃい時から、それこそ0歳からスタートしたんです。で、数学っていうのはこれを知ったら、これこの紙の実態を分かったら、あなたの人生にとって何なのよっていうなんですよ。で、自分の人生とか自分今まで学んだその全ての知識の中の一部に織り込むために、どうやって織り込ませていくのか、でインテグレーションっていうことを教えるんですね、はい、でそれを毎日毎日同じようにこう繰り返してやっていくと、うん、自然に学校行っても先生が質問出たら答えたくなる、先生が何も言わなければ、周り何も言わなければ質問したくなる、はい、そこで質問できなかったら打ち書いて自分で調べてみる、うん、そういうような習慣をつけていくと、自分の血肉にしていくことを当たり前に思うような育ちですね。そうすると、うん、あの面白い子になるんですよ、うんうんうん、面白い子になると友達もできやすい、先生から好かられる、そうすると学業は自然に点数が上がっていくんですよね、はい、うん、そう言ってもあの本当ですかって言われるかもしれない、うん、本当です本当です。私正直言って小学校6年生まではちょっと面倒見たんですけどね、はい、あの勉強、うん、その以後は見てないんです。でも今でも子供と会うと面白すぎて本当に彼ら面白いなと思うんです。価値観は私と違う部分が出てくるし、うん、私声出るところもあるし、めちゃくちゃ面白いんです。ウクライナの戦争起きたらね、はい、で私ウクライナ行ったから、で LINE でその時見てきたものとか、そして、まあ、ウクライナとソビエトがずっとこう 中の一部でだったから、で結局軍部もたくさん結構ウクライナのところに置いたので、戦い方が似ているんだから、うん、この戦争は長引くわね、周りには高い山がないから、まあ、ウクライナはずっとあの攻めやすくて守りにくいんだとかなんか書いてたら、今日なのすぐなんかそうだよね、あのモンゴルがどの子のとか、うん、あのトルコもどの子のとか、そういうの歴史をザーッと書いてくるわけ。15世紀がどの子のとか、はい、ええええ、こいつには負ける、私行ったんだけどそこで完全に負けたんですよねそうですね、面白いですよね、はい、キエフとかあの辺りは面白いよ、ね、9世紀13世紀と歴史がものすごい集約してる場所ですもんね。そうなんだ、それを話して、私は知らないんですよね、うん、それしてくれて、それしてくれて、うん、なんか面白い子育った、育ててたなと思って、うんうんうん、そうですね。それね、僕もあのアグネスさんはそのちゃんと分かってなかったですけど、ちっちゃい時に子供に関わりで、なんでって言われたら、こう子供があの聞くのをやめるまで絶対答えるっていうルールにしてて、はいはい、ちょっと待てって言わない、言わない、なんでって言ったら、例えば、うん、なんで暑いのは待たなきゃいけないの、暑いとね、やけどしたりするからかな、なんでやけどするの、細胞って言ってね、これがね熱くなると形が変わって、ね、なんで変わるの、そうだねってちゃんと説明していいかな、ね、原子には結合というのがあって、ね、結合ってなのに、ね、それはねで、それを横で見てた友達が、お母さんすごいっすねとか言うんですけど、いや正しいかどうかじゃなくて、もう信頼された以上答えるやろうねっていう、それをやってて、だやっぱりその自分で調べる、今度はだんだん成長したら自分で勝手に調べるし、聞くよりも調べた方が早いとかで、自分でうちも本当に早くから自分で学ぶ子になってくれたんですけど、なんかその自分じゃ本当に自分学んでいくんですよ ね、はい、ね、あのどう考えても子供の方が育つの元気ですからね。あの聞かれるとまず私が大体よく聞いてくれた、君はどう思うって言うんですよ。要するによく聞いてくれたことが答えられない、なんで海がしょっぱいの、なんで空が青いのってよくわからないから、君はどう思うって言って、うんうん、あの私そんな先生みたいにすぐさるさ答えられないんで、だから結構ね学ぶ相棒になったんですよね。それ大事だと思います。だからそれをうちの奥さんが、僕は大ちゃんで言われてるけど、大ちゃんみたいに教えたりできないけど、だからいいね一緒に調べてて、そうそうそう、分からないっていう存在が家にいることで、彼がいかに自分が役立つかで、めちゃめちゃええねんとそのままでいてくれ、もうちょっとあの奥さんにあんまり物知り並んでいてくれと。彼女はあの料理の世界だけ強烈にすごくだったんですけど、はい、自分のフィールドを持って、はい、なんかねそんなことで、で一つだけそういった育ちをして、そのスタンフォードさんに行きました、
向こうの大学側はむしろどういった審査なんですかね、選ぶ基準としてどういった観点を持って、大学によってちょっとずつ違うんですよね、はい、例えばハーバードとかなんかは結構学業とか、うん、なんか中止するんですけど、うん、だからあのシェーバーと私たち言って、まあ、本当にあの成績のいい子結構入るんですが、スタンフォードの場合は成績いいのは当たり前ということで、むしろ特別な子、面白い子、うんうんうん、なんかみんなとちょっと違うものを持ってる、例えば三男の友達の中で他のは全然よくそんなによくわからないけど、海のものに関してはすごくよくわかっているとか、あるいは何にも好きじゃないんだけど哲学が死ぬほど好きだとか、はい、そういう珍しい子で、そういう珍しい子、そして自分の表現ができる子で、よく聞かれる質問の中の一つっていうのは、例えばあの、まあ、その番組の中で3つの本だけ人に勧めるんだったら何、はい、とか、はい、そういうのを聞かれたり、あの自分も未来一緒にあのルームメイトに何言うとか、そ面白い質問をするんですよね。でそういうような、今まで一番尊敬できた人は誰とか、そういうのを聞かれたりするんですよ。なんでスタンフォードに何が貢献できるって言うんですよ。学校から何を学ぶのではなくて、あなたが何を学校のために貢献できる、それ聞きますね、うん、だから結局その子供たちがスタンフォードに入るときには、私がスタンフォードに今まで持ってないものを、私が何を持っているっていうのことを考えさせられて書くんですよね。だから僕は、私はこういう人なんですっていう、こう聞いてみたいな力というかね、はい、存在を育てていくってことですね。そしてやっぱりその夢目標っていう、あの Think out of the box、 今までのものではなくて、誰もまだ気づいてないもの、何を持っているっていうのことなんですよ、うん、だから私は長男の場合は多分その時はやっぱりあの国際政治とか経済とかそういう話をしたんですけど、次男はやっぱりこう割と音楽とか芸術の面がすごいあれだから、うん、彼はその辺で何とか貢献できるとか言って、スタンフォードはまだすごいなんか音楽家まだ出てきてないから、うん、で三男はあのやっぱりその強い、この災害に強い、あの何か地球の温暖化のコーナーっていう、はい、その含めまして論文書いたんですけど、かなり強烈な論文です。私読んでも自分長男は本当に泣きましたね。読んで、あのあそういう思いしていたのかっていう、こう今年のオリンピックで中国、アメリカで成長したんだけど、中国であのスノーボードとかなんかやった女の子にいたよね、はいはいはい、彼女もスタンフォードに入ってます、そうですね。そして彼女が書いたそのエッセイを読んだんです、はい、何のテーマだと思います？テーマ何ですかね、環境ですか？違うんです、彼女は恐怖感について書いて、恐怖感、要するに毎回怖いの、あ限界のチャレンジしますよね、毎回怖いの、うん、でその恐怖って何なのか、どうやって克服するのか、それを書いたんです。めっちゃいい文章、よく読んで、聞いてて一つこれね、多分中学受験も関心ある人とかも見てると思うから、僕なりにまとめていくと、中学受験も誤解してほしくないな、日本で結局いい学びをしている子らは自分に引き寄せた学びをしている子たちなんですね。今学んだ知識を散歩した時に、ああ、あれやって自分で知識を気づくことにつなげている子は、結局頭がいいと言われ、結局難関校と言われた子と出会うんですよ。で、山根さん今すごくおっしゃってたの、0歳からずっと自分ごと自分の感覚反応と結びついたものを、そこに言葉の力と合わさって表現してきて、大学と出会いが膨らんだ、広がったってことをおっしゃってるな。あの僕あの言葉ですけど、無意識の自己肯定感でしたって、はいはい、あれがね、今日本の子育ての人も本当に大事だなと思うんですけど、ちょっと無意識の自己肯定感と、あれですかね、その脳の成長に応じた学びの力の育てた上げ方といった2つを意識していくっていうのが肝ですかね。そうです、うん、もうあの0歳から12歳、この無意識の自己肯定感っていうのがとても大事です、うん、ほっとかれた赤ちゃんは、ああ私はこの世の中にあまり価値のない人間なんだな、
泣いても誰も来ない、うん、本当におつも濡れても誰も書いてくれないっていう。で、無意識に自分はあまり価値がない。そうすると、いろんなことが起きるのよ。うん、例えば、必死で人をこうに媚びを振るとか、はい、言われたことを必死でやる、やらなかったらもうすごい落ち込むとか、あるいは攻撃的になって、うん、勝ち抜くんだ、もうこの人を潰さなきゃいけない、誰も信頼できないということになってしまう。だけど、その時期で、その時期に自分は愛されてた。ああ泣いたら誰かが来る。私は価値ある人間だ、うん、愛されている。私は人を愛することができる。そしてこういうふうに笑顔とかいい子でいればまたもっと愛される。あ、この、ね、ママとかパパは私を大事にしてるんだっていう、この安心感。子供がその余計なことをしなくて済むわけ、うんうん、本当に集中して学ぶことができるわけよ、うんうん。そうじゃなきゃいろんなことね、気を使ったね、いらない、そう、いろんないらないことをやってしまって、うん、楽しくないし、マイナスのものはいっぱい生まれるわけですね。いかにこの安心して自分の世界を楽しませてあげるか、うん、そういった、まあ、親に育っていく、こっちがね、僕は子育てじゃなくて、子育ち、親育てって言ってたんですけど、そのように育っていけばいいし、まあ、だから今、ね、元子供がすでに育っている親御さんたちがご覧になった時に、ああと思ったとしても、それはその過渡期で、親としてはっと気づいたら、もう今から、でも何歳までもできらしていいんですよね。あ、うん、もう成人しても。だってもうお子さんたち、ちょっと恋しいから追いかけるんでしょ、今度。追いかけます。追いかけます。例えばその時は、あ、もしかしてできなかったのかな、今の子、うちの子ちょっと攻撃的かなと思っても、もう座る一人で、あるいはブランコで一緒に揺れながら、あるいはちょっとバスに乗ってちょっと透明な海岸に行く時に話して、うん、ママ、君に言わなかったかもしれないんだけど、めちゃめちゃ君のこと無条件で愛しているんだよと、うん、実は子供、今でも私、親の愛欲しいんですから、うん、だからいくつになっても親に愛されたい。で、親に愛されたその瞬間、人生は変わるんだから。もう今でも例えば後悔したことがあったとしても言うべき。言いにくいでしょうけど、もうのろけですけど、去年奥さんに、はい、大ちゃんに会えたのが私の人生最大のラッキーって言ってもらって、もうこれで死ぬまで生きていけると思いました。ですよね。そう、人間ってそういう単純ですよね。何歳になってもやっぱり全力で愛するって言われたら元気になる。ただ何歳、はい、お子さん何歳でも親御さんたちね、今日の僕たちの話は生かしてもらえたらと思うし、井口さんね、まあ、2人それぞれのいろんなことに関わってくださってますが、うん、ごめんなさいね、ほったらかしに言っちゃいましたが、なんか今回ね、まあ、そのゼロ歳教育、アグネス・チャンさんの思いを表現して本当に分かりやすい本まで持ってこられた編集者として何かどうですか、うん。ですね、やっぱりこう何でしょう、与えるっていうよりも元からあるものをこう引き出してあげるっていうことが何歳になっても大事なんだなっていうのは、もうこの2冊に重なってくることなのかなっていうのは思うんですね。ついつい私たち親は何を与えたらいいのかなとか、何をしてあげればいいのかなっていう与える方に興味が持ってしまうんですけども、子供ってもう本当にこれを編集して思ってたんですけど、もともと能力があるものっていうふうにまず見ようっていうのが、そのあたりがね、きっと、はい、成長した、私も子供も中学生になってるんですけれども、学ぶことがあったので、もしあれでしたらこう読んでもらえると、はい、そうですね。で、なかなかね、本当に24時間なんていうの、親の言いなりになる子っていうのはこの12ヶ月だけですよ。もう1歳になると大体歩き出しますから、ね、そこからもう1回目の子離れというのは出産するときですけど、はい、2回目の子離れは12ヶ月で始まるんですよ、はい、もう2回目の子離れになるので、こう本当に本当に手の内手の内の時に、体温とね、このリアクションを常に感じ取れる平和な空間ですよね。もういっぱいエンジョイしてほしい。こう知識があれば想定内ですから、うん、あ、泣いた、分かりましたとか、あ、こういうふうにするんだろうなって、だいたい想定内になると慌てない、うん、さっき言ってた
パパに呼んでもらいたいっていうのはすごくわかる、はい、男性って想定内のことがいいんだよね。でそれをパパが呼んだら何がいって、ママは今一生懸命だったり授乳とかで疲れ切ってた時に大丈夫だよの一言がパパから出せるようになると思うんですよ。この本に言うとわかるから。で泣いてるどうしようってなった時に大丈夫大丈夫、なんか何か理由があるんだよって分かって、支えるのか、一緒になってどうしようどうしようって、はい、あの旦那がどうしようどうしようになったらもうあの疲れてる奥さんどうしようもなくなるんで、僕ら男はまた知識を持ちつつ誰を守るっていうのは、僕はねあの誰守るって言ったら子供を守る以前に奥さんを守ることがあの父親の役割だと思ってるんで、そうすればママたちは我が子に愛情を全力で注いでくれるから、そういった家庭が作られたということも今ね思いながらお話聞いてましたが、最後ねこの皆さんに聞いていた田上さんが最後におっしゃった本当にこのあの楽しんでもらえたらと思います。でね、ゆうさんあのこの前の記事とかね、素敵なアグネスさんの記事もあるので、この動画概要欄に、ぜひ読んでいただきたい記事とか、あともちろん書籍のご紹介とかも上げておこうと思いますので、参考にしていただければと思います。またですね、今日ずいぶん喋ってすみませんね、あのお忙しいのに延長になってるんですが、今あのなんか見ながらいろいろ感じたことたくさんコメントください。で僕できるだけお返事していきます。いろんなこと思われたと思うし、もしかしたら聞き方によっては焦った方がいるかもしれない、もやっとなった方もいるかもしれない。一緒に考えていきながら、この動画の下のねコメントを通しながら皆さんと交流を深めていって、0歳から何歳になっても子供たちと僕たち親ハッピーだってことを、いやハートですね僕もしようかなっていう感じでやっていけたらと思います。ジャンさん、今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。子育て頑張ってください。まあ普通に楽しんでおりますはい、ということで子供本来の力を見つけ出す見守る子育ての小川大輔でした。ありがとうございました。